西脇子ども会議。令和5年12月17日市民交流施設で市内の小中高生13人が参加し、西脇子ども会議が開かれました。みんなの意見とか思いということを大人の人とか市役所の人とかお家の人がこの人に聞いてもらって、みんなが思っていることをうまく西脇のこれからに生かしていきたいなっていう。西脇子ども会議は西脇市子どもの笑顔を育む条例に基づき、子どもたちが社会の一員として自分の意見を表明できる機会を設け、その意見を子どもに関する施策に反映しようとする取り組みです。子どもの笑顔があふれる町西脇市に向かって私たちが今できること。最近ずっと思ってるのは、子どもたちを育てる一番大事なことは、みんなの周りにいる大人がご機嫌でいること。どう？みんなの周りの大人の人はご機嫌？機嫌じゃない人もいるよね。その人たちにいつも言ってるのは、不機嫌は環境破壊。もう人に不機嫌な人とかブスンってする人おったらしんどない？だから笑いがたくさんある、西脇市にするためにどうしたらええんやろっていうのを聞きたいのよ。今年度はグラフィックレコーディングを導入し、先生の講義やグループワークの内容をリアルタイムで分かりやすく図解します。子どもたちは3つのグループに分かれ、ファシリテーター役の大学生ボランティアと一緒に積極的に意見を出し合います。先生 の、 その話の中で、やっぱりその不機嫌は環境破壊っていう、その例えば先生とかそのお家の人とかっていう、そういう不機嫌な人がいたら自分たちだってちょっと機嫌が悪くなるよねっていう、そういう話が出て、でその不機嫌な人っていうのは例えばどんな人みたいな、そういうピリピリしてるとか時間に追われているとかそのっていうのが出ました。でその不機嫌な人がいたら自分たちはどうするのかっていうので、と自分たちがその不機嫌な人と寄り添っていくというか、まあ、一緒に何かをするっていうのも一つ出たし、その人のためにっていう、そういうことも出ました。まあ、僕がそう思った中では、その何かを共有するだとか、そのそれが不機嫌な人でなくても、コミュニケーションを取るっていう、その人との会話とかその表情とかっていうのを大事にしていくっていうのが一番大事なのかなと僕は思いました。自分がその笑顔になった時、まあ、どんな時やったかっていうのを出そうってことになって、自分が笑顔になった時のことで、先生がいない時とか癒された時他にも意見が、いろんな意見が出ました。まあ、笑顔になった時、実際どんな時だったかっていうのを話して、でそこからじゃあ周りのみんなが笑顔になるのは実際どういう状態、どういう時なのかっていうのを出していって、まあ実際にあったミラーフェスの餅つき、まあこれ自分がやったんですけど、まあその全然都市が離れた人ともその同じ、まあ一つのことを協力してやることで、そのすごい交流できたっていうのか、まあ他には想像なんですけど、それありがとうと伝えた時とか、プラスのことを言うとかで、まあ、そういうのが挙げられまして、じゃあプラスのことってどういうことなのかっていうので、笑顔になれるこの魔法の言葉っていうのを、まあ、みんなで考えて、挙げていきました。助かったとか、おめでとうとか、ありがとうとか、まあ、こういう言葉があっていきました。結論としてはこれ、まあ、笑顔があふれるには、まあ、その笑顔になれる魔法の言葉をそのどんどん言っていこうっていうことになりました。はい、ありがとうございます。いいね、魔法の言葉ね、ほんまに魔法の言葉ね。ありがとうございます。どれが一番好きですか？やっぱりもう王道のありがとうかなと思います。はい、ありがとうございます。私たちはみんなが笑顔になるときってどんなときかなって考えて、で好きなことをしたとき、例えば友達と遊んだり
絵を描いたりとかをした時と、達成した時、スポーツで試合に勝った時とか。嬉しい言葉で、応援された時とかや、いいことをしてお礼を言われた時が嬉しい言葉だと思いました。そして笑顔があふれる西脇市に向かっては、自分たちにできることは積極的に人の手伝いをしたり、感謝を伝えることを大切にするなどが挙げられます。僕が一番思ってるのは、なんかこうそれぞれ運動スポーツで試合に勝った時とかって意見が出た通り、でもその発表する機会とかなんか伝える機会っていうのがないと人はあんまり成長しないのかなと思います。さっきフランス語でせえへんのかっていう理由が、僕つい先日日本に帰ってきたばっかりで、ちょっとフランスに留学してたんですけど、フランスってこういうプレゼンの機会とか文章を書いたりとか自分の意見言うっていう機会がものすごい多くて、もう授業の半分そんなんなんですけど、まあ日本の学校っていうのはどちらかというと先生の意見を聞いてそれを書いて終わる、で自分の意見を言わないっていうことが多いので、僕的にはそのスポーツとかだけじゃなくて、こういうプレゼンとかなんか自分の書いたものを発表するっていう機会が西脇市でもっと行えれば、もっと今は能力出せてないけどそういう機会があることによって成長するっていう西脇の子どもたちとかも増えるのかなっていうふうに考えたので、まあ、このような意見も含めて今後西脇ではもうちょっとそのような活動があればよりいいのかなっていうのが最終的な僕たちの班の結論かなと思います。以上です。笑顔になるこう条件とかそのに必要なもんって何かなって思うので、いっぱいいろいろあんねんけど、一つはね、人がいるっていうことよね。ね、さっき好きなことをするっていうふうに言って、じゃあ好きなことって一人でもできんねんけど、ずーっとそれ一人っきりでやってたら楽しないおまへん。でそこで達成とかさっき言ってくれたよね、認めてもらうとかっていう、それから話をしたりって、まあ、先生がいい日の時楽しいって言うけど、先生がいい日だけじゃなくてそこに友達おってくれるから楽しいよね。先生おらへん自分一人やったら楽しないやんっていうふうに思うと、当たり前のようなことやねんけど、みんなが笑うためにはやっぱり人と人とのこう触れ合いとか、そこを一緒に笑ってくれる人間がとか機会場があるっていうことで、それって西脇って僕すごい多いなと思ってんの。そういう意味では西脇ってこういろんな人がこう関わっていく温かい土壌であったり、文化がこうあったりで、友達と一緒にこれっていいよねとかこれっておかしいよねっていうね、しっかりと自分の意見を言ったり、みんなと一緒に仲良くやっていくっていうことでね、この西脇市が10年20年30年50年100年ね、発展していくって、それを支えるのはみんなよ。もう大人ではないっていうふうに思うと、いろんな場面でね、またみんなの意見をね聞かせてほしいなと思います。この場に立って発表するだけでもう皆さんすごいことやのに、まあ、特にもう最後の発表してくれた子なんてもう、もう俺立場変わろうかなぐらいすごいこと言ってはったので笑顔になるにはどうしたらいいかっていう話をしてる中で、自分がすごい笑顔だったりとか、すごい楽しく会議をすることができて、とても楽しかったです。5人いれば、5人それぞれ全員から違う意見が出て、本当に少人数だけど今日こんなに話が盛り上がったので、これを学校とかでももっと取り入れていったら、すごく自然体でやっぱりみんなで子どもたちがどん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 出ていくんじゃないかなと思いました。今日は楽しかったです。人と人がこう一箇所に集まって目を見ながら話をする機会っていうのをこれからも大事にしてほしいなって思いました。